はい、えー、それではですね、えー、ここから、えーまあ、コモンズ投資1 0年と、えー、コモンズ30ファンドについて少し、えー、ご説明していきたいと思います。えー、最初にですねこのコモンズのロゴが、えー、ありますけれどもこれ実はあのドットの数がちょうど30人になっておりまして、まあ、30年先を見据えたファンドをやろうということでコモンズ30ファンドの、えー、を考えておりましたので。 創業当時、ですね最もお金をかけたのはここだけでした、ロゴを作るところだけですね、あとはもう本当にオフィスの重機含めてほとんど友人からもらったりとかということだったんですが、これを我々非常に気に入りまして、ですねこれはまあ親子で将来を見据える、ですから次世,代次世代を考えるということであったりですとか、あるいは、なんと言いますかね、この2人、手をつないでますので、絆であったりですとか。 あるいはつながりであったりですとかというようなです、ねえー、思いを、えー、持っておりましたので、えー、こういった、えー、ロゴに、えー、なったわけで、えー、あります。えー、さて、えー、どういう答申を選んだらいいんですかと、まあ、言いますと、まあ、一般的にこういった観点で え見たらどうかというようなことが言われるわけですけれどもあの皆さんもですね今日一日を通してこの私の説明だけじゃありません一日を通して投資哲学ですとかあるいはどういう人間がやっているのかとかあるいは投資に対するプロセスはどうなのかとあるいはパフォーマンスそれからどんなアクションを取っているのかというようなところをですね今日一日を通じてぜひ体現いただけたらと思っております。 さて、冒頭にもお話をしました投資は未来を信じる力だということでありますので我々今日多くのコモンズを関係する皆さんにこう言って集まっていただいておりますがまさにパワースポットになれたらいいなということで,です、ね、一人一人の未来を信じる力 これですから、企業の投資先の企業であったり、あるいは寄付先であったり、それから皆さんであったり、あるいは今一緒に販売をしていただいているパートナーの皆さんであったりというような、それぞれの方々がみんなで集まってです、ね、力を合わせて次の時代を共に開いていこうじゃないかということで,です、ね、コモンズのミッションを定めております。 さてこちらは運用資産総額でありますが10年前作りました時私と渋沢で10億円ぐらい集めようねと言ってたんですがリーマンショック直後でありまして集まったお金は1億1800万円ということでありましたおそらくコモンズの会員ナンバー1桁という方も今日たくさん たくさんじゃないですね、1桁ですから、<laughs> 10人でまでですが、1桁の方も今日お越しいただいているというふうであります、まあ、そこから残高の方はずっと増えてきまして、まあ、今、300億ぐらいと、5年前から2 0 2 0ビジョンも運用設定を始めて、今、こういった形になっています。 コモンズ30ファンド150億、それから2020ビジョンで40億、どうして300億になるんですかということなんですが、長期で運用したいという機関投資家の方々の資産がこれにプラスして100億入っておりますので、トータルでは300億ぐらいということになっています。 それからこちらは直販ので口座を開いていただいている方々の口座の件数になりますけれども今は8000件ぐらいというところでありましてネット証券さんですとかあるいは銀行さんあるいは証券会社さんそれから最近では積み木証券さんで持っていただいているという方々を合わせますとそらく23万人の方が保有していただいているんじゃないかなというふうに思っておりますが。 次の10年後はもう2桁ぐらい多くしたいなと思っております続いて先ほどかわいいお子様たちが出てきましたがこのお客様の年齢構成というのはこれは日本の金融機関の中で当社しかないというのを自負しておりまして先ほど出てきたかわいい子どもたちも実は間接的には ベネッセさんの株主であるということでありますので意見を言ってもらったというような形かなと思いますですから多くの方々がこれから資産を作っていくというようなことで利用していただいてますが昨年積み立て n i が始まった時には93歳の方がです、ね、これから資産をしっかり作っていきたいということで講座を開いていただいて実は今月ちょうど1年先月ですね1年経ちまして その方の息子さん。 60代の息子さんにお会いしましまた親父がとても喜んでいると積み立てですごく安いところは丁寧に書いてて自分でいろいろやってきたんだけれどもこれがやっぱり一番いいなというようなことでですね、まあ、息子さんがされているので自分もやりたいということで始められたんですがもう今の時代は人生100年ということで若い人が資産作りで積み立てで投資をするということだけではなくてですねすべての方が積み立てで資産を作るという時代になってきているんじゃないかなと思っております。 さてここからコモンズ30ファンドについてご説明しますが長期的な視点で銘柄を厳選して投資をするということで10年前に立ち上げました30年の目線で企業を選ぶということでありますが30年先誰にも見通しはできませんけれども先ほどベネッサさんの足立社長からはなくてはならない会社生きていくためになくてはならない会社にもう一度なりたいと。 いうお話がありましたそういった会社であったりですとかどんな環境下でも強く乗り越えていくぐらいの会社を選ぶというようなことで30年目線ということになります30年目線で我々投資対象になっているという会社は今12030社程度かなと思っておりますので今上場している会社が3800社ぐらい ありますからそのうちの約3%ぐらいの企業が我々の集中的な調査対象になってますその中から30社まで厳選して投資をするというところがこの30社ということになるわけであります世界ではウォーレンバフェットさん含めて長期で銘柄を厳選して投資をするというファンドはあるんですけれども10年前は日本にはほとんどありませんでした アメリカですと西海岸イギリスに行きますとエジンバラといったようなところにそういった投資家がいたんですけれども日本にはほとんどいないで一方で多くの経営者の方々は長期投資家が絶対に必要だと日本でそういうことをやるんだったらぜひ応援したいということも多数言っていただきましたでそういった観点で長期で投資をするんだったら対話がしっかりできるねということでですね企業の経営者の方々からも本当に あの日本でそういったファンドをこれからもっともっとコモンズ以外にも出てこないといけないんじゃないかというようなことを10年前からですねそんなことがありましてで我々対話もこういった機会も含めてですねしっかりやっていこうじゃないかということで運用してきておりますでその120社から30社ということですがどうやって企業を選んでいくのかといった時にはこの5つのキーワードですね5つの軸4つの力と企業文化といっておりますが 見える財務データでいきますと、まあ、収益力、それから見えない価値ということになりますと、競争力、経営力、それから対話力、企業文化とあります。日本株の投資信託、あるいは運用で、対話力、あるいは企業文化を企業の選定に使っているという会社は、私の知るところではないというふうに思っておりますので、これが一つの特徴であります。 それから、どんなメンバーでやってるのかということで、現在、このメンバーでやっております。投資委員会で銘柄を決めるというスタイルというのは、これも日本ではほとんどありません。海外の長期投資家は大体同じように、全員で銘柄を決定していくというようなやり方をやっておりますが、これは長期投資ですから、初めて全員で銘柄を決定するというようなことが有効になるというふうに思っております。このメンバーを見ていただきますと、 おっさんばっかりやんと <laughs> いうことじゃないかなと思いますが、えーまあ、我々これからです、ね、運用力を高めていくためには、まあ、多様性が重要だと思っておりますので、えー、もっともっと若いメンバーも入ってもらいたいと思っておりますしそれから女性にも入ってもらいたいと思っておりますしそれから外国人の方にも入ってもらいたいなというふうに思っております後でご紹介しますが、えー、とこちらの花島はですね 実はコモンズ30ファンドの投資先の企業で IR をやっておりましてコモンズみたいな長期投資をやるファンドがこれから必要じゃないかというふうに強く思ってたということでですね 気がついたらこちら側に来てもらってたとまあ、いうことでありますがこれも一つの多様性です同じ数字を見ましても我々が見るのと企業で作ってる側が見る数字っていうのは同じ数字でも評価の仕方が違うというふうに思っておりますので多様性も一歩進んできたかなと思っております こちらはパフォーマンスですけれども、これまでの10年間、年率リターンは12%ぐらいというところでありまして、長く見ますと、トピックスですとか、あるいはそういったベンチマークにしておりませんが、市場平均よりはやはり高いリターンは出すことができているのかなと思っております。 それから現在投資している会社ちょうど30社ありますがこの10年間では実は52社に投資をしてきましたので売却した企業も22社ありますこの中で当初30銘柄最初に組み入れた銘柄といったところがこういった銘柄になっております今日赤色になっているところが今日ご参加いただいている企業ということになりますが今この30銘柄平均して8年を超える 期間を持っております8年超えるということになりますと企業いい時もありますけれども悪い少し調子が悪い時もありますこれは人も企業も一緒ですがそういった時いかに悪い時でもしっかり分析をして持ち続けることができるのかあるいは買い増しをすることができるのかというようなところは非常に大事だと思っておりますしそのための対話力というのが非常に求められるというふうに思っています。さてこの 投資をしてからこの10年間での企業別のパフォーマンスになっておりますが一番良かったのはシスメックスさんでこの10年間で一番投資をしてから高いところまでということになります約14倍になっていますこれからお話しいただく東京エレクトロンさん旭化成さんエーザイさんそれぞれ3倍あるいは5倍というような形になっておりましてこの10年間で5倍以上の成長したという会社が7社 入っておりますあるいは3倍以上になったという会社が18社あるということであります。ベネッセさんを含めて、今まだこちらで大きくファンドには貢献してないという銘柄がありますが、少し長い目で見ていきますと、こういった会社が次のステージでは活躍してくれるんじゃないかというふうに、我々は思っています。それから、これが一つ面白い実績なんですけれども、 コモンズのファンドを積み立てということではなくて、とにかく5年間保有したら、どれぐらいのパフォーマンスになっているのかというのを、どの月に買って5年間持ったらというようなところをです、ね、見ているんですけれども、分かりやすくいきますと、2009年の1月から運用を始めていますが、どの月に買っても5年間保有してたら、最低でも年率で6.5%のリターンが出ていると。 平均で13%、最高だと年率で20%のリターンが出ているということなので、かなり安定して高いリターンが提供することができたなというふうに思っております。この1年間で行った取り組みということでありますけれども、企業とお客様の対話というようなことでは、7社行ったりですとかしてきました、それから企業価値研究会と、これは投資先の企業の方だけ集まって、全くオフレコでミーティングをすると。 勉強会ををすするとといいうことをしていますそれから昨年は共通 KPI ということで、金融機関が投資信託を保有しているお客様にちゃんと利益を出すことができているのかというようなことを、各金融機関が金融庁の指導の下で発表しました。 その結果がこういった形でメディアにも取り上げられましたが、今、約100社が公表しておりますが、これ、ちょうど1年前の数字ですけれども、コモンズで講座を開いていただいているお客様の97.7%の方が利益が出ているというような状況でありまして、特に含み益が多いという比率は、他の直販の投資信託を含めて見ていただいても、グラフが1つ。 先に出ているとううようなこととがわかると思いますこれはあのもちろん我々も運用を頑張っているんですけれどもいいファンドを買ったからといっても資産っていうのは必ずしも増えません長く続けることが大事ですし積み立てをすることが大事ですコモンズのお客様は実は約8割先ほど少しお話し,しましたけれども78%の方が積み立てで投資をしていただいていますその結果が 多くの方が利益が出ているというような状況でありまして直近のこの3月ということになりますともう少し数字は気持ち落ちる感じにはなっているかなと思いますがそれでも長く積み立てをされている方はほとんどの方がもう利益が出ているという状況は変わらないというところを維持できています。最後ににこのの資産形成のポイントといいううふうに書いておりますが とにかく長期投資に適した商品を選ぶということが1つ、それから積み立てで長く続けるととにかく長く続けるというのが大事であります。ですから先ほどの97.7という数字が出ましたけれども3年以上積み立てをされている方はほぼすべての方が利益が出ているという状況でありました。 それから昨年12月かなり株価急落しましたがその時点で見ますと5年以上積み立てやってる方はあれだけ急落してもすべての方が利益が出てるというような状況でありましたのでそういった意味では長期で積み立てで行うということがとにかく大事であります最後になりますけれども我々これからの資産運用といった場合には リターンは単なる経済的にお金が増えたということだけではなくて心の満足度を高めるというような意味で社会的なリターンが大事だと思っております経済的なリターンと社会的なリターンの相和がこれからの資産形成には大事だと思っておりますそれは長く続けるためには例えば上がった下がったということではなくて心の満足度が大事だと。 そこの満足度が高まれば高まるほど長く続けることができるということにもつながりますのでぜひ経済的なリターンと社会的なリターンを考えて新しい時代の資産形成にコモンズをうまく使っていただければというふうに思っておりますそれが明日への希望につながる資産づくりということかなと思いますのでここからはですね 5年前から運用を始めてます、THE2020 ビジョンについて、簡単にご説明していきたいと思います。2020ビジョンですけれども、コモンズ投資というのは、長期で企業を見る、それから企業の非財務的な価値を重視するという運用会社でありますが、30ファンドは、それ、持続可能性の高い会社に投資をすると。 30年目線で投資をするということでしたが2020ビジョンは5年先ぐらいの変化に対してそれにチャレンジしている会社あるいはすでに変化を起こしているような会社に投資をするというコンセプトで立ち上げましたそういった意味ではキーワードは変化それから企業は源泉投資をするということからしますと30ファンド30社でしたけれども2020ビジョンもわずか50社ぐらい まま絞り込むとということをしますそれからダイナミックな運用をするということで現金の比率も含めてですねしっかり環境を見ながら投資の変化に対応していくというファンドになっていますさてなんでこのファンドを作ったのかということですが我々2020年を起点にして日本は大きく変わるんじゃないかというふうに思っておりました そういった中で、実際に2020年のオリパラも取れたと、これはさらにそういったことを加速するんじゃないかということで、ファンドを作ったわけですけれども、来年なんか変わるんですかというふうに皆さんも思っていると思いますが、おそらく2050年とか、2100年から振り返ってみると、日本は2020年から大きく変わったねというふうに言われるんじゃないかと思っております。 何が変わるのかっていうと一つは人工動態が大きく変わります近年近代ですね日本が国づくり国の枠組みを含めて大きく変わったのは明治維新を起点として日本はすごく変わりましたそれから太平洋戦争の終戦を得てそこを起点にして日本が大きく変わりました3回目の起点が実は2020年になるんじゃないかというふうに我々ずっと考えていまして人口動態がまず変わります この2番目の起点になりました高度成長期を支えた段階の世代の人たちからいよいよ段階の世代のジュニアの人たちに戦後初めて世代が変わるとその時に常識とか価値観が変わらないはずないじゃないかというふうに我々は思っていますそれから第2の開国実は静かにです、ね、開国が進んでいるんじゃないか 安倍政権が始まる前はインバウンドで海外から来る方々は800万人台でしたが昨年、ついに3 1十9万人と2020年には4000万目標2030年には6000万というようなことになっておりまして単に海外から人が来るということではなくてそれに対応する力が日本が少しずつつけています。 言語の問題それから決済の問題あるいは物流の問題次々とそういったことに対応が進んできておりますので実は静かかなななら開国ににつながっってていいるんじゃないかとううふうに思っておりますそれから2020年東京でオリパラがあるわけですけれども1964年の東京オリンピックとは全く違ってですねパラリンピックにフォーカスをすることによって実は障害者のスポーツを通じてですね 高齢者にも優しい都市ができるんじゃないですから障害者にとって優しい都市ができればそれは高齢者にとっても優しい都市ができるということになります世界でまだ高齢化に対応した都市は一つもできておりませんがもし東京でそれが実現できればこれからニューヨークもロンドンもパリも北京もソウルも皆高齢化していきますその中で日本が担える役割っていうのは非常に増えてくるんじゃないかというふうに感じてるわけであります 具体的に少し見ていきたいと思いますが前回の大きな波を起こしました終戦後さらにそれを確かなものにしたのは1964年の東京オリンピックと1970年の大阪万博がありましたまさに物のの豊かさを求めた時代で高度成長が実現されましたで GNP が世界で2位に日本がなりましたまさに戦後の焼け野原から 経済的には世界2位まで躍進をしたということに対して世界から東洋の奇跡と言われました今度2020年オリンピックそれから2025年万博があるなんか同じ感じですよね単に同じ感じということではありません歴史は繰り返すということよりも同じような韻を踏むということがあります このあと辻さんにもご登壇いただきますが私は年間200人とか300人の経営者の方々とお会いしてますし文化面の方々にもお会いしてますやっぱりこの2020年それから2025年の万博を契機にもっとすごいことを起こしたいもっと世界の役に立ちたいと思っている熱いパッションを持った人たちがたくさん出てきていますのできっと同じようなことがまた形を変えて起こるんじゃないか。 それ、形を変えるというのは心の豊かさを求める時代に日本が輝きを、えー、見せるんじゃないかとでそれは、えー、ESG ですとか SDGs みたいなことがありますが、えー、まさに今日一貫してお話をしています社会的なリターンというようなところで日本がリードができるというようなことが、えー、実現するんじゃないかと思っています前回活躍した人ではちょっと見てみましょうかこの人、岡本太郎さんです。 実は当時無名でしたあまり有名じゃなかったんですねですから世間からは岡本太郎なんかよく知らないとなんで起用するんだという声すら上がったとそれからまあ残念ながら先日亡くなられましたけれども堺谷太一さんが28歳の時に万博を大阪に持ってこようとで実際に万博を行われたのは34歳ですそれから越野淳子さん 実は万博の時パビリオン3つの制服を作りましてその作ったユニフォームが非常に素晴らしいということでその後世界的な有名なデザイナーになりました女性に対してこう年齢のちょっと差し支えがありますが当時31歳です若手のデザイナーでしたそれからこの方は丹下健三さんです東京オリンピックの時に泳気体感を作りまして世界をあっと驚かせました でその後万博の時の、えー、建築物の総合プロデュースをしてやはり世界から認められて初めて日本の建築家で世界に出ていきました、えー、それからこの人ソニーの森田さんが社長になったのが1971年です、えー、それから、えー、1971年京セラ稲盛さんの会社が、えー、上場しました それからスダイロにはありませんが1973年には、えー、日本電産の永森さんが会社を作りましたですから熱いパッションを持った人たちがいて、まあ、その後大企業になったわけですが当時はみんな無名だったんです無名だったんですただそういう熱いパッションを持った人たちが次の時代を作っていくんじゃないかと,ということで、えー、THE2020 ビジョンで投資,と投資をしている経営者たちであります このあと出てこられますマネーフォワードの辻さんラクセル、松本さん含めてですね我々の投資先素晴らしい経営者ばかりだというふうに思っておりまして割と30代ぐらいあるいは40代ぐらいの経営者でこれまでの先ほどの稲森さんとか長森さんとは違ったカリスマ経営者じゃないんだけれども新しいスタイルの経営者が出てきているというふうに思っておりましてこういった ファンドを通じてですね、2020年を起点にして日本が変わるんだっていうのを、皆さんがニュースを聞いてなんとなくわかるということではなくて、ファンドを通じて、この2020を通じて、皆さんと一緒に体現をしたいというふうに思っているわけです。運用体制は今、このメンバーでやっております。パフォーマンスですけれども、年率では5年間、平均しますと10%ちょっとと。 いうところでありました途中低迷した時期もありましたが、今、運用チームは非常にいい形で運用ができているなと思っております。直近の組入れ上位10社であります。変化に対してということでありますと、大企業も今、変化せざるを得ないということでありますので、大企業も入っています。先ほどの日本電産、それからソニーですとか。 えー、大きな会社、任天堂入っていますが、えー、先ほど写真に出てきました、マ、え、ネーフォーダーの辻さん含めて、えー、ラクスル、あるいはシフト、あるいはユーザーベースといったような会社が、えー、上位に入っています、えー、それから昨年1年間で新しく投資をした先と,ということになりますと、上位には入っておりませんけれども、えー、メルカリさんですとか、えー、含めて、ですねあるいは 5G でいきますと、大企業ですけれども、アンリツ、あるいは横川電機、島津製作所と。 いうような会社にも投資をしているという状況であります。ダイナミックに運用するということでありますと、現金の比率を結構コントロールする、それから投資を一部だけじゃなくて、まずはもうまく環境を見てシフトするというようなことをやっています。去年、日経平均が2万4000円まで1月に駆け上がりましたけれども、その時には現金の比率を 実は27%まで引き上げてその後の下落でしっかり買うことができた直近でもです、ね、同じように現金の比率を高めて下がったらそこをしっかり買うというような運用ができているというふうに思っていますさて直近の今年に入ってからのパフォーマンスでありますけれども 日経平均トピックスが大体 5%7% というような中で20%のリターンを出すことができています。これは運用がうまくいっているということを申し上げるということよりもこれから2020年を起点にして変わろうとしていることが実は株式市場の中で起こっていてそういったところに投資をした得る結果 こういうパフォーマンスになっているということなので2020年を起点にして日本が変わるということを暗示しているのではないかと思っておりますので皆さんとこのワクワク感をです、ね、体現をしていきたいと思っておりまして私からは以上になります。ありがとうございました。